に何だよ、何か渡してなかった今。あ、手抜きっすよ。あ、これもほら、声がないと思う。そうよね、もったいない。京都はこんな形でかすぐ。京都は。京都は大事なんで、でも声出す。ひらかすぐ。まあ神社によって、北の神社場合はこれ。昔ながら、本当はこういうのなかった。かすぐだけでも声出せない。すごいね。なら、ごめんなさい。がついて声出せるんだけど、もめこれだんだんだ今は台車乗せてパッてさ声出せる。でもいろんな色ありますよ ね。日本の祭り。あの私ね、九州の福岡に。あのかそこは本場。山笠の。そうだ、山笠大きいやつ。行ってるじゃん。まあ、行ったことないけども。行ってみてください。ああ、行きます。私日本全国行きたい。ね。全部も見たい。まあ、お金かかるのも見れない。そうだね。これが問題なんだね。あのね、九州の山笠は、あの位があるんです。長老は紫、それから若者は赤、それから子供は黄色。いろいろ決まってます。難しいから。そういう意味もあります。それで、海をよく育てていく。あなた今日はこの辺住んでます。こちらに引っ越してきたんです。はい、引っ越してきたからここにいる。だもっともっとも。ああ、なるほど。生まれ育ちは向こうに。まあ九州は本当に日本の歴史の中でもやっぱりこういう三越とかもう南から来てるみたいな。そうですね。現れる、うん、あの要するに鎖国の時代に長崎の貿易から来てるんですよ、うん、中国とか中国とあの奈良時代とか、うん、京都ああいうそういう時代あります。それはもちろん時代の流れで、まあ、みこしも進化したりとか、まあ、江戸みこし、東京前はまあ江戸みこしとか、かさりとかというか、まあ、古くはやっぱり向こうでしょ。そうですね。あ、そうですねって思って、うん、あんまり古いのは知らないんですけど。でも古い神社といえばやっぱり向こうでしょ。そうかな。うん、まあ、卑弥呼の時代から行けばね。そうそうそう。向こう奈良時代、平安時代は向こうでしょ。ね、あと京都、まあ大社という神社を見れば、ね南の方ですよ。そうですね、九州、大阪、京都、奈良、稲荷大社、出雲大社。出雲は神様が集まる。ああ、そうそう、出雲だから、出雲の方に。こういう、10月と11月ぐらい、あそこへ。そうですね。坂ひどいよ。そうなんです。でもこの坂、かすいて、降りたところもあるよ、見たこと。長時間で多分台車乗せて行ってるけど、もうかすいたままところも見たことある。これは4年目だ。